セルフ質問コーナー。よろしくお願いします。何歳ですか ?22 です。どこ住みですか埼玉県です。何の仕事をしていますか学生です。大学3回生です。はい。彼女はいますかいません。何人くらい今まで付き合ってきましたかえー、ちょっとね、僕の再生リストを見ていただくとわかる通り、ナンパ動画を出してるんですよ。つまりナンパするような感じなんで、ちょっとね、彼女と彼女じゃないの境目がね、結構曖昧なことが多くて、 えー、ちょっと数えられな、数えられませんね。はい。女性経験は何人ですかはい。えー、ちょっとね、やっぱ、いちいち数えてないんですね。はい。なんで、ちょっとね、思い出したところで数えられませんね。ありがとうございます。はい、次。今までしてきたバイトは何ですかはい。僕ね、バイト結構ね、有意義なものをしてきたと今まで思ってまして、まず一,一番最初にしたのが、オフハウスのバイトです。はい。まあね、リサイクルショップのオフハウスですね。そして次が、えー、ゲームセンターですね。割と、 なんか、大きめのゲームセンターで、えー、UFO キャッチャーの担当をしていました。はい。そして、最後は、家庭教師です。家庭教師はまあ、自分のためにもなるし、すごいね、なんか、時間を使わずに、いっぱいお金稼げるっていう意味では、一番効率的だったと思います。ただ、やっぱ家庭教師は、授業の先生と違って、家庭に行かなきゃいけなかったんで、やっぱ親御さんと毎回会ったりするんで、ちょっとね、気は使いますね。そこはちょっと問題ですね。あんま優しい人は向かないかもしれないですね。まあ、そのバイトに関することはね、また、 結構今までためになったこと多いんで、またね、動画にします。なんでそんなにハードオフで大量買いできるお金があるんですかあ、そうですね。ちなみに今僕、今時点ではバイトはしてないんですけど、なんか、例えばなんだろう、コンビニのバイトだとかさ、まあ、大学生とかだとまあ、ね、授業の先生とかさ、あと何居酒屋とか、そういうバイトはしてないんですけど、まあなんでそんなね、買いできるかっていうと、まあまず、えー、そもそもた、えー、大量買いとか、ハードオフとかリサイクルショップであんだけ買ってるように見えても、金額で言うと多分、 普通の、俺と同じ22歳の大学生が遊んだり、生活したりするのに使ってるお金と比べると、むしろ少ないぐらいだと思うんですよ。うん。俺結構、こういう日、こういう日か。こういう日はするけど、こういう日はしないと。うん。こういう日にはあんまお金を使わないんですよ。例えば、なんかめっちゃ高い、居酒屋行って、カラオケ行って、しかも結構都会のとかになると、1日で1万円なんで軽く飛んじゃうんじゃないですか。そういうのを極力下げてます。はい。 あと、女の子に怒ったりとか、絶対しないですね。はい。あと、車。車、自分の車じゃないんで、常に。基本は、できる限り人の車に乗るっていうね、もう最悪なやつです。ありがとうございます。なんで、まあ、初費用をかけてない代わりに、そういうハードオフで買ったものを紹介して、まあ、ハードオフで買ってお金になります。まあ、プラス、ほんのちょっとな、ビビたるものですけど、あの、フリマアプリ概、概要欄にもいつも書いてるんですけど、フリマアプリに買ったもので、まあ、いらないかなとか、 もう遊んだなとか、あ、ちょっと違ったなとかいうものは売って、そのお金を、まあ月1万もいけないですけども、たまに1万入ってくるぐらいの感じで、はい、やってます。はい。ぐらいですね。収入というあとは短期的ななんか、なんかの会社の手伝いとか、ちょっとね、これやっても、やってほしいことあるんだけどとか、なんか一回あるんだよ、そういうの。そういうのをちょっと受けて、まあ、ちょっとだけ稼ぎでいたりもするますけど、はい。あとはまあ、最近だとお年玉ですね。すいません。22でお年玉です。ありがとうございます。はい、次。 買ったものは転売してるんですかあ,あ、そうですね。これは前以前ねコメント欄でいただいた質問なんですけども、まあそこでも答えたんですけど、そもそも転売できるようなものってそんなないんですよ。はい。ただ、さっきも言った通り、売ることはあります。それを転売というなら転売してます。ただ転売するために買うことはね、今まではなかったんですよ。ただ最近めっちゃ回ってると、あれこれフリマアプリに出したら、送料とか考えても俺に利益出るんじゃな、ね、い買った方がいいんじゃないと思うことはあります。はい。 で、買うこともあります。ただし、売れない場合があるじゃないですか。ってことで、俺が全くいらないものを買うことはないです。はい。あ、やべえ、この家電、でかい家電があるな。これ、やべえな、リハはいくらになるだろうとか計算して、セドリストで写真撮ってとかやらないです。はい。ビッグオフでももう片っ端から買うんじゃなくて、あの、自分が欲しいなっていうのを片っ端から買って、それを、まあ、売るときもあるし、まあ、読んだら売るとかもありますけど。まあ、基本、転売はね、まあ、して、うーん、微妙なとかね。 まあまあ、ちょっと、フリーマーアプリに物を出すこと自体が全員転売だと思うんですよ。言うなればね。それを転売と呼ぶなら転売ですし、呼ばないなら転売じゃないです。はい。しかも転売で生活できてないんで転売ギとも読めないですね。はい。だから、それはね、基準が難しくて。ちなみに僕は転売は、まあ、嫌な人もいるかもしれない。その点においてはちょっと悪い部分はあるけど、世間一般,一般で考えていろんな仕事ある中ではそんな悪い方ではないと思います。はい。じゃあ次行きましょう。 えー、このチャンネルはどんなチャンネルですかあ,ありがとうございます。素敵な質問ですね。チャンネル紹介みたいな、えー、質問でありがとうございます。えー、このチャンネルはね、簡単に言うと、僕の趣味の共有です。はい。僕結構ね、多趣味っていうかいろんなことに興味を持ったりするんで、 ま、趣味多くて、まあ、結構お金もその点使っちゃう部分もあるんですけど、それ結構、みんなのいろんな人が共有できたら楽しいじゃないですか。ただ、身近にいる友達だけだと、その友達にも自分の趣味があるわけだし、それと合う合わないがあって、結構限られるんですよ。ただ、インターネットでこう配信していくことによって、そういうね、同じ興味のある人がその動画を見てくれて、コメントくれたりすると、なんか今まで知らなかったこととか、そのことに関して、いろんな情報も入ってくるし、なんかお互いで、あ、これがそうなんだって盛り上がれたりとか、あとその人の動画見てまた、 ああ、こんなこともあるんだ。ああ、面白いな、この動画。とかなるんで、完全にそうですね、えー。僕の趣味の共有なんで、決して、あの、何かの専門的なチャンネルとか、何かに特化したチャンネルには絶対していくつもりないんで、最近はほんとハードオフにハマってるんで、ハードオフ婚姻品紹介とかが多いんですけど、決してハードオフ婚姻品紹介のチャンネルにしたいとは思ってないし、まあ、こじこじさんです。よく僕最近、こじこじの2番煎じなんじゃないかって言われることもあるんですけど、よくっていうかコメント欄に書かれて速攻消したんですけど、あの、 まず、2万センチって呼ばれたことについては、ちょっと嬉しいとこもあります。もちろんね、僕、こじこじさんの動画は好きだけど、こじこじさんっていう人間性は好きじゃないです。はい。で、まこ、あ、じこじさんの動画とか見てる影響もあって、まあちょっと購入品紹介とか多くなっちゃってるけど、あんな感じの特化したチャンネルには多分ならないと思います。はい。なので僕、ちょっとクソみたいなね、歌ってみた動画とか結構好きなんで、僕出すのはね、見るのは嫌いだけど、歌ってみた動画を出すのは好きなんで、そういう動画もね、作ったりとか、 あと、おもちゃも好きなんで、まあおもちゃに関しては、あまりにも、おもちゃに関することが多くなっちゃったんで、えー、概要欄にも書いてある、ザ・ヒカリ内閣総理大臣っていう、えー、なんだっけ、別チャンネル、もう、設けてますんで、まあ基本的にはこっちのチャンネルにね、最大変 YouTuber のチャンネルにまとめたいと思います。わかります聞こえてます僕の滑舌。大丈夫ですかまあそんな感じで。まあまたね、詳しくはまた話しますね。はい。いつも動画の始めに、ごにょごにょ言って、何言ってんですかあー、 今もね、ゴニョゴニョ的な感じなんですけど、はいはい、はい。いつも動画の始めに、ゴニョゴニョ何言ってるんですかはい。どうもこんにちは。セジョン・ウィグナです。ゴニョたいなやつですね。ねはい。これは、どうもこんにちはあ。そこは聞こえると思います。はい。まずは、最低編 YouTuber 光ですって言ってます。なぜそう,いうのを言ってるかっていうと、まず自己紹介的な意味もあります。はい。なんでかって、その動画をとして、あ、この動画面白いな。バイバイじゃなくて、最低編 YouTuber っていうチャンネルの光って人が出してるけど、この動画面白いなと思ってほしいんで、やっぱり。うん。 そう言ってます。はい。プラス、なんで最低編 YouTuber だけでもいいし、光だけでもいい。むしろ、もうそう言ってた時期もあるのに、なんで今最低編 YouTuber 光ですって全部言ってるかっていうと、僕の名前は最低編 YouTuber じゃないんですよ。最低編 YouTuber っていうのはチャンネル名ですね。はい。僕の名前は光です。それをアピールしたいんですよ。だからみんながたまに、なんかあんまり俺のこと知らない人とか、他のチャンネルとかで会うと、他のなんか生配信とかで会うと、あ、最低編 YouTuber さんだとか、下手したら低編さんだとか言われたりするんで、はい。いや、違いますよと。はい。光ですと。 最低一話という名前です。簡単に言うとね、例えで言うと、T.M.、えー、レボリューション。T.M. レボリューションいますね。はい、歌手の。T.M. レボリューションだけど、あの人は T.M. レボリューションじゃなくて、あの人のタイトルは T.M. レボリューションだけど、あの人は西川なんとかって人でしょだから西川って呼ばれてんじゃん。そんな感じです。僕は T.M. レボリューションです。ありがとうございます。で、2017年のチャンネル登録者の目標は、 最近そうですね。1000人を突破したということで、ありがとうございます。えー、っとね、うーん、まあ、3万人ぐらいですかね。ありがとうございます。はい、次です。あ、終わりですね。はい。ということでね、まあ目標も発表できたということで、ね、ありがとうございます。まあ目標はね、僕の目標としているのはチャンネル登録者じゃなくて、なんか、どんだけ趣味を共有できるか、うん、ですかね。あと、自分の動画をどんだけ見返したくなるか、にもあります。はい。まあ、ビログに近い部分もありますかね。はい。 まあこんな感じでね、はい。まあ、やってます。えー、これからもね、このチャンネル見ていただけたらいいな、と思な、いいな、い,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 いで、あまあ最近ちょっとね、チャンネル登録者数がね、急にね、何、100人ぐらい上がったんですけども、それ多分ね、お正月とかね、結構リサイクルショップ行ったんで、購入品紹介、ハードオフの、できてくれた方も多いと思うんですけども、決してね、それに特化したチャンネルにするつもりはないですし、僕の趣味が変わったら変わることもありますけど、ただそのね、ハードオフも今めっちゃハマってるんで、まだこれからもその動画を出していくんで、はい。 コンテンツを見に来るっていうよりは、えー、僕っていうコンテンツを見に来てほしいですね、はい。ハードフっていうコンテンツを見に来るんじゃなくて、ジャンクっていうコンテンツのために来るんじゃなくて、僕っていうコンテンツを見てほしいですね。理想は。ただ、そんなこと言ってもお前に興味なねえよって言われたらそれまでなんですけど、そう言われないようにね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。思います。以上、千日目でした。ありがとうございます。あと1問ありましたね。はい。 以前めっちゃ押してたガチャ電車で GO はどうしたんですかあ、これね、以前コメント欄にいただいたんですけども、結構最近いただいたんですけども、えー、そうですね、ガチャ電車で GO ってね、概要欄にずっと書いてたんですけど、でもすぐ消っていうか、なんか1、2ヶ月で消せよね、みたいな。はい。これ夏休み頃考えたんですけど、実はね、夏休みにもうやろうとしてて、ちょっとメンバーもね、決まりかけてやろうとしてたんですけど、ちょっと、ね、その人と、その YouTuber の方とね、なかなかね、あのー、予定が合わなくなったりしてね、なかなかできなくて困ってます。困ってますっていうか、 ちょっ今できたんですけど、これはね、やるつもり満々ですね。はい。実に面白い企画だし、あの、この企画自体が重く固まんなくても、結局、メグウィンさんのパクリ、パクリなんで、メグウィンさんの動画を見て、ちょっともう一回企画練り直してやればいいんだけ、いいだけなんで、これはね、全然やれます。はい。もうね、準備は整ってます。カメラであったり、バッテリーだったり、あとガチャガチャとかも、まあ、企画も整ってます。はい。なんで、まあ、できれば都内がいいかなと思ってます。山,山手線が一番いいかなと思ってるんで、 まあ、都内で、えー、一緒にね、出演できる、えー、YouTube の方ね、募集してます。Twitter にも書いてあるんですけどね。はい。未だに、ね、この企画はまだ進行中ですよ。終わってません。やりますよ。で、まあね、あ、ちなみに僕ね、あの、コラボ動画とか、企業案件とか、ステマとか、まあ今んところね、そう一個もやってないんですけども、これはね、やってないんじゃなくて、やれてないだけであって、全く俺、ステマ、やる気、やらないし、企業案件とかやらないし、いや、コラボで、ね、有名になったりもしょうがないしとか、そういうんじゃなくて、 あのただ、ややれてないだけなんで、まあやろうとはしてるんですけどね、ちょくちょくね。なかなかね、うん、自分からオファーしてないんで、受け身なんで、そう言っても来ないんですよね。はい。まぁ1000人突破したっていうこともあってね。まあね、あんまちょチャンネル登録数に振り回されず、え、1000人だろうが2000人だろうが、え、88万人になろうが、うん、瀬戸工事を多分ね、すぐ抜くと思いますが、ふっ、ね、瀬戸工事をすぐ抜くと思いますが <laughs>、 まあ、動画のクオリティはね、まあ、上げるというよりも、僕の好きな動画をどんどん好きになりたいですね。今の僕の動画のクオリティは、まあ、こんなもんだと思うんですよ。これが精一杯です。はい。編集技術も全然ありません、ね。実はね、もっといい編集ソフトも覚えたんですけど、教えてもらったんですよ。リスナーの方に。ただ、ちょっとね、めんどくさいっていう理由と、ちょっとうまく使いこなせてないっていうか、うん。まあ今、今の俺はまだ、動画を撮って、一番早くあげれる、ギリ見られる、 えー、クオリティで早く上げられることをモットーにしてるんでやってないだけで、本当はもっと、例えば、なんだろうな、こうやってペンをバーンってやったらさ、画面がパリーンって割れて下に落ちて新しいシーンに行くとかさ、もっと言うならなんだろうな、ライトセーバーのシーンとかさ、例えば、こうやって、ここはさ、これだとさ、ここでこれ微妙に光るだけじゃん、こんなんじゃん。で、でも、俺はね、俺は本当はスター・ウォーズの映画みたいにして、これでブンブンブンってやったりとか、 はい、どうも、三十ひかりです。で、後ろに5色のね、え、煙がボーンと上がった船体みたいに。どうも、三十ひかりです。ボーンえ、今回紹介するのはこのペンですね、みたいな。え、やりたいんですよ、本当はね。研修技術があれば。もしくはもう、何個もカメラ使って、どうも、三十ひかりです。さあ、今回は、こちらです、みたいなのやりたいんですよ。ね。もっとなんか、案はあるんですよ。例えば、テレビの前とかね、もいっぱいやりたいことあるし。案はあっても、できないんですよ、なかなかね。はい。なんで、まあ、 いろんなことね、挑戦もしますし、はい。どんどん劣化もする部分もあれば、挑戦する部分もあるんで、ちょっとね、俺がね、面白い動画をね、作りたいと思います。